はははい皆さんんどどうもどうももこんにちは田中明です今日はですす今日ねバックビート習得への道その3、えー、ミュージシャンでありマルチな多言語話者であるあのジョー井上さんの動画 j p o p j r o c k の音質がしょぼい理由を徹底解説まるすればよくなるこちらから学ぶバックビートのお話です。 彼の YouTube でのチャンネルを知ったのは1年ぐらい前なんですけれどもまあとにかく面白いその音楽だけでなく何カ国語でも喋るので言語のね面白い動画を上げてるのでぜひご覧になってください僕はスコットランドなまりの話が特に好き、うん、なんかドクターフーをもう一度あのシーズン5から見直そうかなと思いましたでは、えー、本日ね、えー、ミキシング日本の J ポップスのミキシングがしょぼい理由として高音低音 それからボーカル、いうかスネア、キックで、マスタリングの重点音などについて、えー、こちらの動画ではお話しされています。で、僕はですね、動画全般を通して、まといた指摘だと感じました。演奏技術のことではなく、そこから、後の録音してミックスする。そちらの話をなさっています。一つ目、日本人って高音上げすぎ、このね、J-POP の高音が上げすぎと指摘しています。その通りだと思います。二つ目、 ボーカル優先の気持ちは分かるけれどボーカルの音量を上げすぎだと、はいまあ、これねドラムで例えると音質で目立たせることと、えー、共通すると思いますえっと今僕スネアドラムを打ちますねでピアノで打って、まあ、例えばこれが音小さいなちょっと目立たないなといった時にこれをボリュームを上げてしまう要するにフルパワーにするだからトン,トン、まあ、ピアノピアノフォルテフォルテみたいな こうするとね音でかくて聞こえるんだけどうるさくなっちゃうんですよドラムがでスティックの合成を変えてみるとおそらくボリューム的には そんんななに上がらないんですね。ほとんど変わらないというかでもキャラがぐっと変わるんですこの違いのことを言ってるんだと思うんですねこれは演奏者側でできるんですよスティックの合成を変えるあのモフモフの猫の尻尾でこうやってほっぺたをペチペチってやるのと棍棒でゴンゴンって打つのと全然違うでしょ猫のペシペシと同じぐらいの力で棍棒で殴っ,た殴っても痛いじゃないもうめちゃめちゃ痛いじゃんこんなフルパワーでやらなくても 別にキャラが変わるんですよ、ポーンって。印象はね、そこで。例えになってるかな。アコースティックドラムだったら、その音色のコントロールもきちっとした上で、音を渡せたら、よりいいものが生まれるんじゃないかなと思います。そのスキルは僕の動画で勉強してください。3つ目、ドラムのミキシングが下手だと。彼曰くドラムで一番大事なパートはスネアだと。キックとスネアが大事で、一番がスネアですと。 スネアの音が小さいおそらくだけど2つの理由があるんじゃないかなと僕は思いますまずグルーブの重心が逆転してるからスネアが浅いんですねでも音量を下げるとちょっとレードバックして遅く聞こえるんですね遠くに行くのでこう遅く聞こえるというかそうするとバックビートっぽくなるんですよねだからなんかこ全部録音しましたでそれをミックスしてる段階でんちょっと来ないよね いろいろ試行錯誤してるうちに気づいたら結果的にスネアの音量が下がってた。日本的に言うと何だっけレイドバックした。後ろに来てるってやつ。うん、ダン、うん、ダン、うん、ダン、う,ん,ンうん、ダンって来てると。音量上げるとそれが速くなってきちゃうから、早く耳に届くんで、と、グルーブがなくなっちゃうんですね。その可能性が一つ。 二つ目が、まあ、ドラマーだけがバックビート出てるんだけどそれ以外の人たちがみんな逆転した頭重心で演奏してるから正しいのはドラマーなんだけど多勢に無勢で負けちゃって音を下げられてる1234 <音 ẻ toss ing> ここポケットにちゃんと落ちてる重心にちゃんと落ちてるドラムをドラマーだけがやっていて12341234ああ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  でこういうグループの中にドン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 ドドンドン,ド,ド,ンド,ドンっていうのがドンドドンドン,ド,ン,ド,ンスドドンってこういうふうな,なんかリズムで演奏してる、うんあえー、あ井上さんだ井上城、井上城でありますそうするとこれがね、えー、日本的な発音で言うとワン、ツー、スリー、フォー井上城井上 これがアメリカになるとバックビートに落ちてるとワン、ツー、スリフォー、の上上、井の上上、胃の上上、こうなるじゃん。あああああっの上上、井の上、シンコペーションしたいね、どうしてもね。頭重心だと井の上上、井の上、ほら、言いにくいよ。井の上上、言えない。だから頭からです。の上上。 っていうふうにみんなが井上城井上城って弾いてるところにドラマだけが井上城井上城ってやってたら合わないじゃないそこがグルーブがベラベラベラバラバラになっちゃってであのでもみんなほとんどドラマ以外がもしも、まあ、決定的なのが歌物だったらボーカリストですねボーカリストが井上城って歌ってるに対してなんかドラム なんかそれはすごく重くないみたいな言われちゃったりしてでそれ下げまあそうすると音量下げられちゃうでも音量下げるともっとレードバックしちゃうんだよねそうするとねもともとが,が落ちてるからでもそんな風なことがあるのではないかなと思いますでジョーさんご本人が自分の作品で音量バランスを悪くしてもまあデモンストレーションでやってるんですけども他のパート楽器歌とかね そういうのがバックビートにちゃんと落ちてるのでバランスは悪いけどかっこ悪くなってないんですよねただバランスが悪いだからそれはミキサーのお話としてはバランスが悪いっていうのはあるでもグルーブとしてはかっこいいんです昔のモータウンのサウンド60年代の曲とか録音状態は悪いけど名曲いっぱいあるじゃないですかいまだに歌い継がれてるものグルーブがいいんですよね質感について日本人は現代の現代の日本人は ほとんど重点音を聞いていないからないがしろになってるんじゃないかなと思います重環境とかあとは音楽環境が影響してるのではないかなとは思いますまあ言い訳だけどね坂本九さんの「上を向いて歩こう」が全米ナンバーワンを取った理由というのはバックビートで歌ってるからですちゃんとスイングしてるからですその最低限のフォーマットをクリアした上での 今 j p o p が全米のチャートに入れないで k p o p が入ってるっていう現実を見た時にその理由はバックビートがちゃんとあるかどうかまず基本ラインでそれだけではないかもしれないけれどもチャートですから音楽のチャートを話す上でアメリカのチャートにする最低条件としてちゃんとグルーブしてることですね正しい場所で 234E の上上こっちで ッップスににおいてててバックビートに落ちるっっとはとっても重要で、それを当たり前にバックビートの音楽に浸ってる人はそ,のそれについてあまり言語化はしにくいんじゃないかなと思うんですけれどもバックビートのないところに住んでいる人間からバックビートを見つけるとですねああこういうことかっていうのはわかるんですねグルーブとかポケットに落としてとかちゃんとダウンビート来てるかっていった時に日本人はそれがわかんない。 そういうことじゃないんですかね。でも、勉強すれば理解できるし、それが出せるようになる。ただ、それを知ろうとするか、しないかという問題ではないかなと思います。はい。というわけで、本日のお話はここまで。最後までご清聴いただきありがとうございました。そして、これ参考にさせていただきました。元動画、えー、制作者でありますアーティスト、ジョー・イノエさん、イノウジョーさん、どうもありがとうございました。というわけで、本日のお話は終わりです。ありがとう。じゃあね、バイバイ。